ソブリン、W6 は、イギリスの自動車メーカー、ジャガーが1966年から1997年まで生産した高級車である。1960年に、ジャガーが、吸収合併した、イギリスの高級車メーカー、デームラーのブランドを用い、ベースとなったジャガー各車種に対し、内外装が若干高級化されている。W6 は、 その V 型12気筒エンジン搭載車である。1967年 420K、ソブリンというモデル名は1966年に登場した、ジャガー420の、デームラー版で初めて用いられた。マーク2をベースにしたデームラー250は、伝統の V8 エンジンを用いていたが、ソブリン版デームラーではジャガー420と同じ、ジャガー製。 直列6気筒 4235cc の x 系エンジンに統一された。外観上最大の識別点はフルートのついたデームラー伝統的モチーフのフロントグリルであった。デームラーはジャガーより年齢層の高いジェントルマン向けの高級車と位置付けられ、価格も1966年の段階ではマニュアルが、 ジャガー1615ポンドに対し1724ポンド、オートマチックトランスミッション装着車も1678ポンドに対し1787ポンドと若干割高に設定された。この高価格を正当化するため下記の差がつけられていた。ジャガー420ベースのソブリン・デイムラーは1969年7月までに5824台が生産された。 1968年9月に打ち切られた、ジャガー420の1236台の約半数であった。この形のソブリンは日本へもデームラーの総代理店であった黒崎内燃機を通じて、少数が輸入された。1972年ソブリン、XJ シリーズ IK1976 年、ソブリンクーペ、XJ シリーズ2系新しいジャガー製サルーン。 XJ6 をベースにしたソブリンデイムラーは1968年10月に登場した。従来型同様に XJ6 の細部を改めたモデルで 2800cc と 4200cc のジャガー製 XK エンジンが選択できた。XJ6 ベースのソブリンデイムラーの登場によって250と マジェスティックメジャーは消滅し、デイムラーは完全なジャガーのバッジエンジニアリング車となった。ジャガー XJ6 の進化とともに、ソブリンデイムラーもシリーズ2.3と発展、ホイールベースの延長、2800cc エンジンの 3400cc への拡大、2ドアクーペの追加など、ジャガー同様の改良を受けた。なお、 シリーズ最終期の1983年になって、ジャガー XJ6 の豪華版が、ジャガーソブリンとして追加されたことで、以後デームラー版は、ソブリンイメージをジャガーに奪われ、単に、デームラーと呼ばれることになった。1988年ダブル6、XJ シリーズ 3K1991 年。 ダブル61994年ダブル 6XJ40KS1972 年に XJ シリーズに 5300ccv 型12、気筒の XJ12 が追加された際、同時に登場したデームラー版12気筒車には、1926年から1938年まで製造されたデームラー12気筒車と同じダブル6の名が与えられた。 デイムラー w 6は1986年に XJ シリーズが XJ40K にフルモデルチェンジされた後も旧シリーズ3のまま1992年まで生産が継続されメーカー日本法人のジャガージャパンによって日本にも多数輸入されて人気を博した1991年に輸入されたデイムラー w 6が 外観内装も、ほぼ新車状態のまま、トヨタ博物館に収蔵されている。1993年に、ジャガー XJ に、V12 エンジンが搭載されることになり、デームラーダブル6も復活。ジャガー XJV12 エンジン搭載モデルが、消滅する1997年まで生産された。ありがとうございます。